はい、こんにちは。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は iPhone12 のイベント、こちらが、まあ、以前お伝えした情報によりますと9月が濃厚でしたが、今回、まあ、あるリーカーのお二人による、まあ、やり取り、こちらの方で、まあ、10月ではないかというリークが出ております。アップルのリーカーのお二人というのが、ジョン・プロッサー氏とラブ・トゥ・ドリームの、お二方になります。10月は素晴らしい月だと、やり取りをしており、 iPhone12 の発表イベントは10月の可能性が高いということを、匂わせております。はい、続きましては iPhone12 Pro Max の、専用のケースの写真がリークされております。こちら上の部分が、まあ、ライダーのセンサー、そして下の部分が、まあ、フラッシュとマイクかという、まあ、まだ確定ではありませんが、そちらのケースのリークの写真が出てきております。まあ、発売につれて、まあ、こういうアクセサリーの、まあ、リークの投稿写真が、これからたくさん増えてくると思います。まあ、そちらの方またアップしましたら、また、動画でアップしてみたいと思います。はい、UQ モバイルから今大人気で売れております iPhone SE 第2世代が8月の27日に、発売となります。今回は 64GB、128GB の、2種類となっております。価格の方が、64GB が35,640円、128GB が47,520円となっております。それぞれ24回払い、36回の分割で支払いも可能となっております。その他 Y モバイルでも、同じ日に、iPhone SE 第2世代が販売開始となります。はい、今回の、動画は以上となります。では皆さん、また新しい情報が入りましたらアップしてみたいと思います。では皆さん、バイバーイ。